hey guys how you doing i'm takashi from japan so today i came here to hiroshima a city where atomic bomb was dropped 78 years ago today we have a great privilege to meet up a survivor aiko Evis, who was in hiroshima in 1945 at the age of 13 very few survivors from that experience still alive today i don't usually ask this but just this video please watch until the end okay let's get started はいじゃあ今回はありがとうございます。はい、よろしくお願いいし,ますお願いします。自分の年齢と出身教えていただけますか。あの恵比寿愛子と言います。91歳と7ヶ月ですかね。あのまあ、広島県ですね。はい。語り部をやろうと思った経緯だったりとか説明していただけますか。あ,あの最初やはりあの思い出して辛い思いばっかりだったので読んで子供たちにもほとんど話してなかったんです。 それがやはり90歳を迎えてこのまま何も語らずに行ったら思い残すんじゃないかと,と思い立ちましてほで娘に相談したところ「母ちゃんずっと聞きたかったんよ」って言いましてあの去年の7月からちょっとそれ頃から話し出したんですそれまでは全然無口でしたけどね、うん。1945年の8月6日起きた時から あの話しはいそれから、えっと、その日のその日が終わるまであのその日は疎開しようと言って学校へあの話しに行くために母について行ってもらうってね母があの着物を着たり支度してたんですよねちょうどあのだから着物昔ですか着物を着ていてそうして私はま,あまだ支度してなくてワンピースを着て。 あのちょっとまあ紙を解いたりを支度はしてたんですよ。8時15分になった時その時に突然その「うーって空襲警報が鳴ったんですよね。あ空襲じゃって思った途端にもうピカーッとしてドーンってもう同時ぐらいですかね。そうした時にあのまだちっちゃいそれこそ23ヶ月の男の子がいたんですそれがうわ って泣き出したんでですその音で私すぐ行ってこう抱きかかえてガラスはもちろんですけど屋根の瓦昔はあの瓦と土壁ですよねそれがブワーッともう目の前が見えんぐらいもなってきてで抱きかかえてわーって泣くのこうしてそしたらもう顔から血だらけねあの赤ちゃんは大丈夫だったんですこうやっとだから、はい、私が頭の顔からでガラスが立って。 血血が流れて血潰れてですよねお寺があってそこへ下の、えー、と弟が2人とあの妹なんですけど3人が遊びに行ってたんですよねちっちゃい子でしたけど7歳5歳、えー、と3歳それが泣きながら帰ってきたんですうわー言って泣きながら帰ってきたらすぐ連れてそばにすぐにあの防空壕をね作ってたんですよね。そこへとりあえずみんなで入って 何もできないから黙ってみんなが泣きながらもうドキドキこうしながらみんなで笑ってあの泣きながらみんなね子どもが泣いてそれ待ってたんですよでもあのどれぐらい時間が経ったかも全然分からないとにかくも怖いだけでそれでまあ小さい子らが喉か渇いたい言うて言うんですよでまあ水だけでも思ったんでけでもあの水道管がこう出てね でもその水ももも全然出てなないいし何にもないんでですよねでも父があの広島駅にいたんですよね、うん、そしたら父が2時半ぐらい服もまあボロボロになった感じで帰ってきてリヤかなんか小さい車を引っ張ってきてそこへ子供たち全部入れて私と母と赤ちゃんを抱っこして父と父がこうあの引いて家がこう逆に向いてたんですよね。ひばあの 落ちたところより反対にそちらに玄関があって私らは廊下だから向こう向いてただ隣の隣の人がこう被爆あの原爆を落ちた方へ向いといたのがも,うものすごい火けされてそから私がこっち向いとったら火けしてたっていうことなんですよねでもそれがなくてまあ傷だらけで血だらけのまま、まあ、あのとにかく避難しようと。 裸足で履くもんもないし、暑いし暑いとか痛いとかいうことも全然感じないんですよね。もう怖いのと線路があって国道があって川があるんですよね。そこにもうやっぱりもう落ちてや。まあ、火傷した人なんかが入って、そのまま流されたりとか動物とかね。それがまあ見えるんですよね。 そしてまああのとにかくも一生懸命歩いてたら途中でまあ一人の奥さんがカップ前会計してあのおにぎりを握ってねほいでどうぞ言って出してくださったんですよね。ものすごく厳格な父でねちょっとあれしたら次起こる人だったんですけどねその父がおにぎりもらっておいしそうに言って食べるのを見てね、うん、なんて。 まあ悲しいこんなことがあるんかなっていうのはね鮮明に覚えてますあの厳しい父がねいただいてからその食べてる顔今でも頭に残ってますけどね小さい格好があったんですよねそこまで行ったのがもう夕方5時6時ぐらいだったんですかねよく覚えてないんですけどね廊下に 被爆した人はあのけどした人でも寝る寝かされてるんですよね何にもないところゴロンと、うん、そしてもう全身ですよもう来とるもんもないぐらいドロドロになってもうひっついて大きなこんなはい今はないですけどねそれがもうキャーッとそれがつつくのが痛いんですよねもう本当に顔中ドロドロじゃからあのやっぱり顔だけがよくわかるんですね痛い痛いよって言われるんだけど お医者さんがおるわけじゃないしどうもしてあげるわけないし私もただ見るだけでうわかわいそうじゃねえって見るだけで自分も大事だからもうしょうがないから大変だからもうあのそうするとちょっと暗くなってきて元気な人私たちもその足はどうにかなっとったから外へ出ておったらもう山ずっと向こうが真っ赤ですよね言葉が出ないんですよみんなボー としして見て見ましたねね本当に、ね、それが一番思ってるあの頭に残ってて誰も一言も言わないねわあ大変じゃ言うだけであってその晩寝たのかどうしたのかねあんまり定かでないんですよねそこで。姉はね3日ぐらい経って被爆地を通って,歩いて帰ってきたのが3日ぐらいかかってたんんですよね被爆地の真ん中を通って帰ってて帰くるんですよね。 けがはないんですけどやっぱりあのそういう空気は吸ってるいろいろ病気しましたからね、うん、はいほで次に覚えてるのがあのあの終戦の日にサイレンが鳴って天、うん、の平下終戦のお話をねされたのを私は流れてましたけどね寝てからこう天井を見たら何もないんですよ空が見えるほで綺麗な星がね キラキラキラみんながわーってもう終戦になっとるからみんながもう気が楽になって「綺麗じゃねえ言ってそのえているんですよ、ねうんえっと、その8月6日から15日までの11日間はどういう,そ,うおところそれが覚えがないんですよねすもう着るままでし。 本当に覚えがないのバカですね。世。んま、世界の情勢がどうなっているのかっていうのを把握することがやっぱり難しかったです、ね。やっぱり日本がどんぐらい今なんかもう負け続けてるのかとか。アメリカがどこまで迫ってきてるのかとかっていうのはもう全く。いや、アメリカ兵は嫌でした。嫌でした。それは戦後もですか。戦後もそれから大変なことはだから。受じゃあ、次に。 えっと、8月15日以降のことについてお伺いしたんですけどその後もずっと広島には住まれ続けたんですよね。あ、はい、あののねそれからあの父は転勤があるんですよねでその家も壊れてるからそこで住めないから読んであの新潟っていうそこへ転勤になってで私も学校も全然行ってない読んでそこにあの家の とろとろと降りたところにちょうど小学校が小学中学校があったんですよねでそこへあのご挨拶に行って高校だからお願いします言ったら先生が一枚の紙持ってきて学校へ来れないからこれをしなさいそれはどういう意味ですかそれはいやいやもう学校へ来たら移るから原爆が移るから来なさないということで閉じ込められて で私はあの窓があるところこうして運動をわっしよるのをこうやって見てねどんだけ悲しかったかそうしてるうちに一番下の男の子何,何ヶ月かの子が亡くなったんですよね原因をから医者もおらんしでどうしてあら赤ちゃん生まれてうーん言ってから言ったんですけど私が感じるのには多分山の方埋めてきたんじゃないかなっていうのはありましたねで怪我ではしてないんだけどやっぱり何かの影響があったんでしょうね。 その原爆のそれはどれぐらい後のことですいか,か,い,ですかいやもうほじゃあからあのこっち終戦になってほじゃから1か月か2か月かなで道路を隔ってた向こうにまた中学校があったんですよそこへアメリカ兵が来とったんですよねになってからそれがあ,のあれなんですよ私たちが引っ越していったらそろそろ町内の方が来られて娘さんはね 外で出てもあのアメリカ兵がいるからどうあの頭をかって男の姿をしてくださいとあの男の服を着てとにかく外で出いようにって言われてでほでまたアメリカ兵が家の方に来るんですよね。じだけど私はすぐ押し入れ隠れてずっと我慢していう形ですよね。それが最高のあれでしたねあの悲しみというか。 結婚はできんよあれは原爆あれ映るんじゃけんねんいう形でまあ,あの阻害されたりとにかく頭をかって男姿の服を着て外に出られないいうの一番つらかったですねもう年齢的に今は言っても5つや6つじゃないから襲われるかもがなんかとにかく出ないあの男の形をして出るんなら出てくださいとでも出ませんでしたね<や>私は。何ににもできずに本当どうやって 立て直したんですか、うん、あのそれがあるから私今ね元気でおれると思うんですよね。それから人が何て言おうと自分が頑張りゃいいんだと言うんで,あのでどうにかなると自分がああもう駄目じゃ思ったらダメじゃからどうにかすれば絶対どうにかなるというのが私の信念ですね。ああれに現場をげけどうういんですかねあの 情けない生活を一生送るより受けけたたたからそれに負けたくないといとうのもありましたね当時被爆を経験した方で広島の夕焼けを見ると思い出すっていう方がいたんですけどまあ赤いからだったんですけど今でもなんか思い出す時とかフラッシュバックする時ってあったりしますか いやそんんななのはあまりないんですけど私も一つ話し忘れてたけど広島へ帰ってきた時に資料館がありますよね、はい、それを見てもええー、こんな簡単なもんじゃないわい私はありましたなるほどもっとリアルでね何それってなるほどあの結構強烈的な写真だったりとかものが残されているから全部見切れずに気持ち悪くなっちゃうって方がいらっしゃるんですけどそれよりも その本当の当時、当時はもったのはもっと私らはね。あれじゃ思うけど。ま、それは本人が感じるんだから、やっぱり写真で見るんとあれとは違いますけどね。見られてる方がですね。あの主に外国の方なんですけれども。<は>広島県ま特にその原爆ドームあたりに観光客が訪れている。どういう風うにかあの感じますか？どういう風に思いますか？今ですか？はい いや見ていただいたあれなのねちゃんとゃあ,あれじゃ理解できるんですよねあの資料館じゃこれ前はもっとリアルだったんですよ言ったんですけどね全然違うあまりあれでもやっぱり衝撃が多いからいうのもあるんかもわかりませんけどねそれは私の考えですからね、うん、あれだけどねこの動画を作るいきさつとしてはやっぱりその核をも てる国の人こそ見るべきだと僕は思っててで、日本は持ってないじゃないですか。で、なんか何かメッセージっていうかを使って伝えたいことはありますか？いや、やっぱりあの今もあの戦争があるでしょう。あれをどうのこうの言ってるけど。やっぱり一つ言ったらもう全部がダメになりますからね。そういうことをなければねいいねと思ってますけど。でもやっぱりいつかはそういうことがあるんかな？というのはいつも思ってますね。 あ本当ですかそう思いますかい,ますいつかはもう一回、うん、なあのいや日本はこう言ってあれしてるけど持ってるところがねそのまた日本がんかあったら来るかも分からんけどよその国に向けてそうするからそしたら全部が駄目になるからほんでそうかいってあの核をなくすることもできないんでしょうねじゃけど私はちょっと一ついいですか、はいはい あのアメリカ兵のことああいうのことを言ってもよかったんかなそれ今になって思うんですよねああいうのことがあったようなあ全然大丈夫です大丈夫ですあのアメリカ兵が嫌いじゃいいんじゃないんだ怖いだけその当時はねああ怖い何もなくラネギがっていうだけでしたのな,のなるほどんなですね当時はなるほどそれだけです以外に言うたってくださいえっと九十歳じゃないですかで二十二十歳ぐらいの段階で 終わってるのでそこからの人生のこともちょっとだけ聞けたらなと思っててお子さんもいてあの孫もいてっていう家庭を持たれてると思うんですけども。ああいう結婚できないよう言いながらでもできまして。 あの子がちょうどこっち寄るのがちょうどでございますけど <laughs> あの私仕事が好きで好きというかあのとにかく頑張りたいような若い時にそういうことがあったからあ,のああいうことがあったいうのを糧にしてね踏み台にして私は生きてきたと思うんですあれがなかったらロベるベると生きとるかも分かりませんそれがあったらこそ人間ってあんなことがあってからいやー負けられやせん思って。 頑張ってきましたねそれがまあ一番ほいでいろんな国へ行って着物のあれとか勉強しながらそうそうそう仕事で行ったりプライベートでも行ったりしましたけどねアメリカには行かれましたアメリカはどうだとかとにかくこうやって行きたいですよ行きたいですか行ってみたいですねありがとうございますこれぐらいで <laughs> ありがとうございました。あ、お世話になりました。はい、ありがとうございました。したね、大変な時間といいて、一、はい、人でもやっぱり広島を訪れてくれる外国人がこの動画を見てでこの問題について考えていただけるとありがたいですね。すはい、ですね。あのアメリカ兵の悪口言っちゃったからどうかなと思いながら。<laughs> <laughs> でもあれ一番ショックでしたよ。でも一番ショックでしたからね。確かにありがとうございました。すいません。ありがとうございます。れでよかったです。<laughs> はい、ありがとうございます。<laughs> okay, thank you for watching so far. If you ever have a chance to visit Japan, never miss h i r o I know it's far from Tokyo or Osaka, and I'm sure it's not fun to visit. But still I think you should come here and see what happened in this city. I hope this video will help you learn about this topic. Okay anyway, thank you for watching. If you like this video, click like button. Please subscribe to my channel. And if you have any question you want me to ask people in Japan, please leave it a comment too. See you next time.